どうもエルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、索敵能力が高い、ドクター、を解説していくよ。ゆっくりしていってね。ドクター派電撃を使ってサバイバーの動きを制限するキラー、本名派、ハーマン・カーター、で、心理学の才能を持った男性だ。実際に医者かどうか派不明である。それでは、ドクターの過去を見ていこう。類稀なる心理学の才能を示したハーマン派、イリノイにあるシアの秘密施設ウレリーズ、メモリアル、インスティチュートにおける先進神経科学プログラムの受講者に選ばれた。ハーマン派そこで夫を、スタンパー博士と出会い、彼の指導のもと、研究所に送られてきた囚人から情報を引き出すため、機械でおぞましさを増すばかりの術式を行うようになった。その施設派敵国のスパイを再教育する機関でもあったのだ。彼が電気痙攣療法を自由に使用した結果は驚くほど優秀であり、国家の安全保障に関わるいくつもの脅威が明らかになった。年月が経つにつれハーマン派、先生、ドクター、と呼ばれるようになり、もはや彼が医師免許を持っているのか、あるいは尋問が終わった後の囚人たちに何が起こっているのか誰も気にすることはなくなっていた。そして研究所から1週間応答がなくなった後、ついに恐怖の所要が明らかになった。すべての職員、患者、囚人がありとあらゆる頭部外傷を負って絶命していたのだ。夫を、スタンパー博士すら含むすべての死体の身元が確認されたものの、ドクター、ハーマン、カーターの消息派不明であった。キラーの特殊能力である電気ショック派、背景に書かれてある通り尋問から来ている。自由に使用していたことからその扱い派狂気じみていたみたいだね。ちなみにこのキラー派実際に存在した人がモデルになっている、e スポーツの治療に医学的な根拠もないまま、電気ショックの治療を行っていた医者がおり、電撃の悪魔、と呼ばれていたそうだ。この共通点で言えば、フェンミンハイ e スポーツのブロであるため、ドクターの犠牲者という設定になっている。それでは、特殊能力を見ていこう。ドクターの基本能力派基本的になっている、移動速度派秒速 4.6 メートル、脅威範囲派32メートルで背が高い。では、特殊能力に移行。特殊能力派、カーターの電流、と、放電爆破、の3つになっている。どちらも索敵と状態上に特化した能力だ。使い方派簡単で、地面から伝っていく電流を当てるのみ。当てることによって、狂気ゲージが溜まる。カーターの電流、波 0.5 ずつで、放電爆破、波1溜まる、最大レベル3まで溜まる。狂気ゲージ、波レベルによって症状が変わる。レベル1、移行時に叫ぶ&生存者の画面上にドクターの顔が一瞬映るようになる。一定確率でスキルチェックがランダムな位置に現れたり揺れたり逆回転になる。レベル2、ドクターの幻影が生存者の周囲に現れて位置が特定される。アドオンの効果が発動する。レベル3、生きてる限り、ランダムで叫び強調表示される。発電機の修理、治療、フックの解体、トーテム浄化、アイテムの使用が制限される。レベル3になれば解除することも可能。その際スキルチェックが起こる。途中で治療をやめてもゲージ派継続される。特殊能力を紹介したが、読んでもらっただけでもかなり厄介なのがわかると思う。特にレベル2にしておけばアドオンの発動も誘発できるので、わざわざレベル3にすることもない。ただし、レベル3にすれば全体の遅延につながるのでそれはそれで強いんだよね。それではアドオンを見ていこう。画像の通り20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、玉虫色のキング、懲罰、カーターのメモ、懲罰、カーターのメモ、
の3つ。簡単に言うと、玉虫色のキング、派、全紫アドオンの発動。懲罰、カーターのメモ、派、赤い光による索敵力アップ。懲罰、カーターのメモ、派、クールダウンと擬態パレット。電気ショックを浴びると強力なアドオンが発動しますわ。特にドクター戦ではパレット派命取りになるので、イタグルやイターテ派十分に注意しましょう。ドクターの固有パークについて解説しよう。圧倒的存在感。観察&虐待。オーバーチャージ、の3種類。一つずつ確かめてみよう。圧倒的存在感、派、アイテム消耗パークになります。サバイバーが所持しているアイテム派、基本キラーから消費させることが可能です。中には強力なアイテムもありますからね、それを少しでも削ろうというのが、このパークです。基本的にそこまで使えるかどうかハープで5からさらに微妙になったパークです。というのも、アプデによってアイテムを持って帰れるようになってから、消費スピードがもともと速いためです。わざわざパークを一つ潰して使うよりかは、他を優先した方がいいと思うパークですね。観察&虐待、派脅威範囲強化パークになります。というのも、脅威範囲というのはサバイバーがキラーとの距離感を測る上でとても重要なものとなります。チェイス中でなければなるべく脅威範囲派を抑えたいんですよね。そのオンオフを切り替えることができるパークとも言えます。またチェイスをすると心音が大きくなるため、チェイス以外のサバイバーが、心音に反応して行動を抑制することが可能です。チェイス中でなければ視界が広がるので、マップがかなり安くなります。どのキラーでもつけててもいいパークではありますね。この効果波重複をかけることができません。オーバーチャージ、波発電機遅延パークです。このパーク波、発電機を蹴ることによって発動するパークとなります。蹴られた発電機波、必ず最初にスキルチェックを発動させます。しかも難しいスキルチェックなんですよね。これに失敗すると進行度波落ちるし、音で居場所もバレます。発電機をよく蹴るキラーにとっては、便利なパークです。ちなみに、イタチ波飛び出した、との組み合わせも可能です。蹴った時の進行度の減少オーバーチャージ分も加えることが可能です。組み合わせるのであれば、トラッパーの、不安の元凶、をつけると良いです。スキルチェックの成功範囲を小さくするので、高確率で爆発が狙えます。とにかく、心音が聞こえたら警戒をしましょう。放電爆破による広範囲の索敵波ドクターにとって重要な手段です。この索敵に当たらないようにするには、ここね範囲外にいるのが重要なんですよね。少しでも音がしたら距離を置きましょう。ただし、発動後であれば問題なしです。ちなみにですが、ロッカー波ここね範囲であろうが無効化できます。その他には、狂気レベルの把握が非常に重要です。レベル1であればそこまで影響はないのですが、レベル2になった途端アドオンが牙を剥きます。アドオンの効果を抑えてしっかり対策することが大事になりますので、一つずつ抑えておきましょう。ただしレベル3になると、チェイス中の時が多いため解除するのが非常に厄介です。とにかく逃げ切ることを考えましょう。あとあまりやってはいけないのが、イタグルや通ったことがない場所でのイターテ波狙って波ダメです。ドクターの電気ショックに波、一時的に行動を抑制する効果があるため、イタを倒す瞬間行動が制限されるからです。これによりイタが倒せず攻撃を受けることが多くなります。また、イタを破壊するドクターの場合、偽イタの可能性があるため、チェイスが短くなりがちです。意外とチェイスがしづらいキラーなので、気をつけましょう。いかがでしたでしょうか？ドクターハビバークされてから非常に強力になりました。索敵力だけでなくチェイスも強いんですよね。ただ注意さえすれば耐えきれるキラーなので、落ち着いて対処しましょう。さて、ここまでいろいろ解説してきましたが、キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。
一番初買ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでも、キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。